Hello, it's me, Cheryl. 皆さんこんにちは。お元気ですか？はじめましての人もこんにちは。普段はアーティスト活動しているディズニー大好きシンガーの Cheryl です。ということで本日はゲストが来ていただいてます。ゲストに来ていただいてますだね。ほぼ常連な気がする。どうも、サンドの飯より前浜大好き KD チャンネルのケイと申します。イエーイ、Kさんに来ていただきました。もう KD チャンネルの K さんはね、本当にあのもうお兄ちゃんみたいな、いろいろ教えてくれる、ちょっと年上ですかね、お兄ちゃんみたいな方です。で、前回 KD チャンネルの方で、はいはいはい、プレゼント企画 のコラボしたじゃないですか、うん、そう、夏プレゼント交換みたいな。で、今回はそれのクリスマスバージョンやっていきたいと思います。今回あの予算3000円でボンボヤージュでクリスマスプレゼントを買うっていう、はい、めっちゃ楽しそうじゃないですか。まあ、自分で選ぶのと人で選ぶのってどうなんだろうって思って、でまたセンスがあるからちょっと僕そこがとても楽しみにしています。そう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 、頑張って選びます。では行ってみましょう。レッツゴー。多分 K さんはね、結構ねグッズをもうほぼ持ってる気がするの。だから気をつけるべきところはそこなのと、あとまあクリスマスらしいものを変えたらいいかなって思います。どれにしよう。めっちゃない。てかどれ持ってんだろう、何も知らないんだけど。はい、それではボンボヤージュ来たんですけど、3000分グッズ選ぶみたいで、ぬいぐるみさすがに3000超えるよね。どうしよっかな。シェルさんって確か好きな色が紫って聞いてるのと、プリンセス系が好きな印象あるんですよね。プリンセス系中心でちょっとグッズを選ぼうかな。3000分、こういうさペンも可愛いよね。なんかシンプルにこういう人形も可愛いなってめっちゃ思う。 K さんね、意外とねプーさんが好きなイメージなんだよね。でもさ、こういうさクリスマスのめっちゃ可愛いな。クリスマスのカチューシャ可愛い。時期が冬だからクリスマスのグッズもいいかな。ストラップにしようかな。悩むな。これ買いやすいね。ワンコインだ。こっちも金額ワンコインに近い。550円。はい、ということで買ってきました。買ってきました。でれれれれ、ねえねえ、一応クリスマスプレゼントっていうことだから、クリスマスっぽいものは1点だけでも買いたいなと思ったんですよ。まあ、せっかくの12月と冬の企画ですからね、11、12の。だから、まあ、クリスマスのもの買いたいな、プラス、まあ、今の時期に使えそうなもの。あー、パークで身につけられるものもだし、あとやっぱり普段から使えるもの、普段使えるもの、パークで身につけられるものを、パークから出た後でも楽しめるものを3点、今回3000分選びました。楽しみ、楽しみ、楽しみ、はい、まず1つ目にシェルさんに選んだのは、はい、何？クリスマスですね。せっかくのねクリスマスだし、これ身につけてほしいなって思って。出たー。可愛くないですかこれ。これ本当に買おうと思ってたんですよ。次パーク行った時にこれ友達とこれお揃いにしようって言って。うん、かわいい。でもやっぱ可愛いこれ。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。これいいって思いました。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。しかも値段も1800円。3000円。素敵。はい、ありがとうございます。私が K さんに買ったクリスマスプレゼント一つ目はクリスマスっぽいものを買いました。でれれれれれれ、めっちゃ可愛い。お部屋に置いて、そうそうそう、多分なんかオーナメントとしても使えるし、でもなんか、まあ、クリスマスツリーとかなくても全然これだけで家に飾れるからめちゃめちゃいいなって思って、うん、ディズニークリスマスの感じすごいする。ミッキーシェイプで可愛い。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。これ嬉しい。これ欲しかったやつです。本当ですか、うん、これもね、いくらだったっけ。1500円。2つ目はパークでも使えるし、うん、パークの後、まあ、雑貨物、うん、雑貨物、うん、普段使いでも使えるものを選びました。出たー。美女と野獣さん、これ新商品かな。出たー。ハンドクリーム。これあれですよね、コラボしてるやつじゃないですか。多分だったはず。ちょっと待って、ハンドクリームコラボしてるやつ。そうそう、コラボして6本でしょ。6シタンとかじゃなかった。そう、6シタン、6シタン、6シタン。そうですよね。わぁ、ハンドクリーム嬉しい。めっちゃ嬉しい。可愛いなと思ったのめっちゃ嬉しいです。ぜひぜひたくさん使ってください。ありがとうございます。嬉しい。2
品目は、はい、パークの中でも使えて外でも使えるものにしました。え、そんなのありますっけ？あります、今の時期だからこそ使えるっていうのもあるかもしれないです。こちら、じゃじゃーん、ハンドタオル、ハンカチでーす。ディズニーのトイレの中とかも、あのほらシャーのやつ、なんだっけ、ハンドウォッシュレットじゃない、ウォッシュレットじゃないなんで機械でいいんですか。ハンドウォッシュ、あの手ギャーってあの乾かすやつが、なんか感染対策で感染対策でどっちが教えてるんだ止まっちゃってるので、はいはい、やっぱ手洗った後拭くところがない、うんうん、髪もないし、そのハンド、その乾かすのもないから、うん、これ使えるんじゃないかなって思って。ちょっと大人向けって感じの。そうなんですよ、デザインもすごいシンプルだけど、うん、ミッキーのシルエットもあるみたいな。ちょっと大人向けですよね。そうだからディズニー街でも使えるなと思って買いました。 ありがとうございます。これ持ってない、よかった。これはね、680円。最後のグッズ、はい、最後のグッズは僕今回今まで雑貨物系だったので、そうですね、そうちょっと買いやすい金額でちょっと予算ギリギリオーバーしちゃったんだけど、かわいい、しました、かわいい、クッキー、クッキー。なんか自分に対してお菓子って買わなくないですか。あんまり買わないかも、うん、そうですよね。だからめっちゃ嬉しいです。それは460円、買いやすい金額で。ってことは、ケイさんのは1800円と800円と460円、3060円。ギリちょっとオーバーしちゃったけど、よさありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。イエイ。3品目は、はいはい、これは私多分自分には買わないんですよ。自分には買わないんですか。自分には買わないんですよ。なんだろう、どういうこと。なんだろう、自分が買わないけど僕が買いやすいものを。そうです、カードホルダー。かわいい、シールとかも入ってるらしい。インフルスシール、あとなんかトゥデイとか、そうガイドマップ、今はねないけど、また復活した時に ね、これからパンフレット。あ、シール入ってる、かわいいシールも。めっちゃデザインもめっちゃかわいいんですよ。触るのが僕苦手だから、まとまるものとかコレクション、なんか収納できるものやっぱ嬉しいですね。あ、よかったです、うん、これはね、820円。イラストかわいい、シンデレラ城で、めっちゃかわいいですよね。東京ディズニーリゾートでしか買えないって、なんかしかも美少女じゃないですか。いや、ほんまや、ね、最近出たグッズ、新しいやつだ、500円。どう、ちょうど3000円。すごい、ぴったり、うまい、ぴったり3000円でした。やっぱそう、ぴったり3000円、ぴったりしょ、ぴったりしょ。で、クリスマスのプレゼント交換でした。あんまりこういうプレゼントもらう人、自分で選ぶことあるけど、人の選ぶっていうのあんまりいないから、人から選んでもらうっていう、うんうんうん、確かに。すごい、なんかあんまり自分では買わないグッズが今回。いや、もう良かったですよ、本当に。1個もかぶらずに、もう大きい声で言いたい相当あれだったんですよね、プレッシャーを与えてしまったんでしょう。そう、本日もね、見てくださってありがとうございまし ました。 Thank you for watching。 またね、バイバイ。 バイバイ。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン忘れずにね。ありがとう、バイバイ。